デラリーに出ます。GS の大舞台で、はい、14番藤井輝久です。去年一昨年はちょっと天気悪かったりで、どうなるか今年も不安ですが、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。マットサービスファクトリーのスタダです。今日はあの娘と出場します。今年のモンゴルにエントリーします。練習とナビの練習、それを兼ねて今日は来ました。頑張ります。全県26番の小池です。今年は、ちょっとちょっとチャレンジというか違った、いつも乗ってるバイクで、楽しく参加したいと思います。よろしくお願いします。16番の佃真理子です。ジャイコです。違います。初めてバイクでラリーに出ます。どうなるか分かりませんが、最後まで頑張りたいと思います。ゼッケン16番黒田です。夏に雨がついんでモンゴル完走したんで、今度はこのパブで、TDR も完走したいです。よろしくお願いします。ゼッケン32番三原です。まあのんびり完走目指して頑張ります。27番木山です。初めてバイクで参加します。なんか面白そうだなと思って参加したんですけど、今年はこのまま TBM を走り切りたいと思います。よろしくお願いします。はい、107番埼玉から来ました。小池さんと申します。はい、ダーキッドです。よろしくね。ゼッケン13番森光です。今日は、ジムニーじゃなくて、バイクで出場します。転倒しないように楽しく遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。ゼッケン22番の柳本です。TTR 今回で、3回目の出場になるんですけれども、今日は、天候もとてもよく暖かく、気持ちよく走れると思います。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ゼッケン4番の山本健二です。TDR は10年、11年、12年で今回4回目になります。楽しんでいければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ゼッケン1番の菅原です。今日は天気もいいのでゆっくり楽しんで、雨降っても全天候でやります。よろしくお願いします。ゼッケン3番の佐藤慶雄です。よろしくお願いします。ゼッケン6番です。 TDR の前に小松の練習をしようと思っています。よろしくお願いします。ゼッケン番号35番、名古屋の参加の実施大好きです。今回で3回目の参加ですけども、3回とも嫁の許可が出て参加できまして、感想を目指しております。ゼッケンナンバー19番の川島です。迷子にならないように頑張ります。ゼッケン20番秋田です。オフの世界といいますか、まずも今回初めてなんですけど、頑張って走りたいと思います。ゼッケン29番ちびきです。横浜から来ました。子供がいっぱいいてなかなか大変なんですけども、徐々に参加していきたいと思います。ゼッケン31番のです。今回ラリーを飛ばずに使うのすべて初めてなんで、なんとか頑張りたいと思います。ゼッケン8番小原正史。TDR に初めて参加しました。目いっぱい走って楽しみたいと思います。よろしくお願いします。ゼッケン23番、広島県から来ました真田です。
この夏のモンゴルのメーター周りのテストで、参加しました。のんびり走りたいと思います。よろしくお願いします。はい、34番の荒木です。ラリーは初参加なんですけど、怪我なく帰ってきたいと思います。よろしくお願いします。ゼッケン2番の松井です。大阪からが来ました。8年ぶりのイベントを参加して、また皆さんよろしくお願いします。ゼッケン21番前場直樹です。久しぶりの小松ツーリング楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、100番菅原チームです。お嬢さん、お嬢さん頑張ります。ゼッケン109番の桜井明です。頑張ります。ゼッケン5番の工藤直樹です。今日は、TBI の思想という感じで、マシンの最終チェックを兼ねて楽しみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。ゼッケン18番加藤です。今日は楽しみに勝ちが強いですけど、全部参加させていただいてます。去年はモンゴルで不甲斐ない結果に終わりましたので、今年もリベンジしたいと思っています。よろしくお願いします。25番のシンポリです。明日こけないように頑張ります。連れの嫁の地下です。こけたら頑張って起こします。111番、長坂正幸。長坂天心。長坂幸子です。はい、SSER さんのイベントに10年ぶりに参加させていただきました。ゼッケン104番の有村です。大いに楽しんで、行きたいと思います。同じく、鈴木と申します。お願いします。ゼッケン33番千葉哲也です。いつかは、海外ラリーということで初体験になりました。頑張ります。よろしくお願いします。さあ、今年の TDR はオートバイのふるさと岩田での開催です。ここは天竜川が太平洋に流れ込む天竜川河口、岩田市の協力でこの地での開催です。風は強いのですが、お天気は最高です。タイムアタックが始まりました。車とバイクでかなり広いクローズエリアを走ります。新しく始めました。そしてタイムアタックの次はチーム戦のバイクリレー。これは燃えます。
どうもピットワークが鍵のようですね。チームトーナメント戦ですから、いつまでもいつまでも走り回っています。楽しいですね。お腹ペコペコでバーベキュー、食べる食べる、そして飲み続けること。おいしくいただいてます。さて今日は2日目、ラリーです。丁寧に小町像を追って CP を確実に通り、時間内に帰ってこなければなりません。目標、まあ、とにかく頑張りながら楽しみます。今日は初めての小松走行なので楽しみたいと思います。楽しみたいと思います。昨日の一生懸命小松つないだので正確に走りたいと思います。今日の意気込み、やっぱりこけないように、そしてスマホはちょっとやめようかな。小松と景色を堪能しながら走ります。今日は、妻が初めてのナビです。頑張ります。頑張ります。イエーイ。風もなく穏やかな朝の前に一個気合いで頑張ります。ジャック4万でよく頑張ります。今日はモンゴルにかけて娘のナビを頑張ってもらいます。大丈夫、分かっているから。ナビデビューなので。ありがとう、頑張ります。いい天気の中でいう形です。もしかしたらジブに負けないように楽しく走りたいと思います。気持ちいいね。無事に、違反のないように
ってきます。おはようございます。昨日はあのバイクのリレーで楽しんだんですけど、今日はあのラリーということで、とても楽しみにしております。意気込みですか？うちの神さんの涙で、しっかりやってもらいたいなと、間違いないように。なあ、一番かな。昨日のバイクのセンスが良かったので、ひょっとしたらと思ってます。必ず新品は通ります。はい、お願いします。初めても何も見えたら、頑張って、本体に行きたいと思います。安全第一、それだけです。はい、家族が待ってますから。出発です。まずは河口から河川敷を通り北上していきます。川渡りもあります。よっこらしょっと。そしてさらに北へ行くと、なんだこのトンネルはみたいな小さなトンネルをくぐりました。そして大井川鉄道 SL がタイミングよくやってきました。
ラッキーでした。満開の桜と SL を楽しみました。畑を抜けて今度は浜岡砂丘で歩いて CP です。今日2回も歩かされてお疲れ様でした。ピーナッツで栄養補給して楽しみです。ありがとうございます。コース良くて天気良くてとても楽しいです。楽しいんですが歩くの疲れました。景色が良くて、山越えが大変なんですけど、いい景色になります。いやもうはしゃぎ回っております。静岡すごいですね。静岡ってあんまり観光に来たことなかったんですけど、ちょっと先ほどの SL の通りの桜の考えたら感動したと思います。浜岡原発の前も感慨深げに通ります。 CP にやってきた皆さんにお話を聞いてみますね。ああ楽しかったです。ナビが山道で、ダウンしまして、山の中は私一人で小町を見ながら走りました。小町番ちゃんと行きましょう。ちょっと3分間に合わなかったけど、はい、あともうちょっとで、ね、頑張ります。お疲れ様です。ゴールまで頑張ります。お疲れ様です。砂丘が一番厳しかった。頑張ります。もうちょっとありがとうございます。結構そうね、ちょっといい天気で走りやすかった。BMW の GS の重たいバイクにちょっとハードでしたけども、たっぷりと楽しめましたと思います。お疲れ様です。今泊まってご飯食べるとかなって今おにぎり乗りついてないそのせられないんでダートも結構楽しくて、お茶畑のあの道が気持ちよかったです。はい、あー疲れた。駆け上がってきた。はい、どうも。今日はね、時々間違えました。今、はい、そこからさ、下から駆け上がってきた。最高です、最高です。ただミスコースがちょっと急ぎます。わかります。天気も思ったし、良かったです。気持ちよかったです。いや静岡いいですね。とってもみんな気に入った様子。あ、なんとか無事怪我なく帰ってこれました。良かったです。とっても2日間楽しく参加することができました。最後砂浜まではいい時間に来たんですけど、最後砂浜でちょっと遊んでしまいまして帰国しちゃいました。ありがとうございました。楽しかったです。長いダートと山の中から海まで盛りだくさんです。はい、とっても楽しかったです。いやー楽しかった。もうパンクちゃいましたけど、皆さんのおかげで助けていただいてなんとか完走できました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ゴール楽しかったです。はい、はい、面白かったです。楽しかったです。とても楽しかった。いろんな人に助けてもらってようやくゴールしました。お疲れ様です。
前進まへん。楽しかったですね。はい。面白かったです。はい、お疲れ様です。いやー、意外に疲れましたね。まあ、走りに関してはお腹いっぱいです。はい。これに懲りずにまた頑張ります。以上。お疲れ様です。今日はあの楽しい走りどうもありがとうございました。無事完走しました。良かったですね。あの大井川も高いところから見えたり、桜のトンネルも見れたし、表彰式も和やかに、本当に皆さんの笑顔ばかり。菅原ベルヒトさん、サミちゃん、ヒューちゃん、ルイチー、ゼッケン27番、井山さん、井山さん、ルイチー、ルイチー、さん、お二人31位になりました長坂ファミリーです。家族で参加させていただきました。1、2、3、イエーイ。今日は皆さんお疲れ様でした。また来年もよろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。今回初めて参加させていただいてすごく楽しかったです。初めてのラリー参加したんですけども、怪我なく帰ってこられて楽しめました。皆様、一日ご苦労様でした。あ、一日じゃないですね。昨日からですね。天気に恵まれて、楽しく過ごさせていただきました。まあ、この順位になれたのも、リレーですね。非常に、ね、いいチームワークでやれたので、非常に楽しかったです。108番の大枠です。本当に楽しかった。たっぷりと遊びました。また皆さんよろしくお願いします。22番の柳本です。本当に今日は、しっかり楽しませていただきました。ありがとうございました。まあ、そんな形でこれからのロイラリーの進行会で最初に向けて、改正をしていこうと思いますので、皆さんも全部に来てくれとは言いませんが、来れる範囲で、はい、まあミニモトの SS、まあ、頑張ったんですけど、まあ、チーム戦で、だいぶ頑張りまして、いい成績が取れたんだと思います。あと、まあ、ノーミスで、帰ってくれたんで、まあ、優勝できたと思います。ありがとうございました。 TDR のコンセプト通りに楽しい2日間でしたね。また来年もここでお目にかかりましょう。